皆さん、こんにちは。フリーアナウンサーの小道由美子が11日、自身のインスタグラムを更新、世界的指揮者の小澤征爾さんを追悼した。小澤さんは6日に心不全で、死去していたことが9日、分かった。88歳だった。ボストン交響楽団や、オペラの名門、ウィーン国立歌劇場で音楽監督を務めるなど、世界の小澤として知られた。しかし、有道にとって同志は記号友人記号だったといい、私が一番生きるのが、しんどい時に助けてくれたと振り返る。さらに、いつかこの日が来るのは分かっていたけど、この前まで痛いくらいの力強い握手してくれてたから、まだ心がふわふわとしていて寂しいとかありがとうとか出てこないですと、今は感情の整理がついていないことを明かした。また NHK の密着番組で小澤さんが語った。子が大事、その人の価値というか、その人の考えが一番大事。たとえ組織の中であっても、その人が何をやるかが大事。音楽は非常にこの強いものですという言葉を紹介し、音楽を愛する方、挑戦をしようという方、挑戦を諦めようとしている方、きっと救われる征爾さんの言葉が溢れていますとメッセージを届けた。最後は、征爾さん征爾さん征爾さんと3度呼びかけ、天国でも一杯音楽を聴いて、ネグローニもたくさん飲んでください。あの時たくさんのおしゃべりで音楽で、助けてくれたことを大ごとに生きていきますと追悼した。小澤征爾さんの娘は小澤聖羅さんです。小澤聖羅さんは小澤征爾さんと、モデルの入江美希さんとの子供です。正義さんの名前は小澤征爾さんの、姓と入江美希さんの本名、ベラサノーラーが由来だそうです。小澤征爾の娘の現在の職業は作家エッセイストです。エッセイストになるまでには演出助手やテレビ番組などで、司会を務めていました。エッセイストになった経緯、メトロポリタン歌劇場で演出助手を務め、オペラ演出を学ぶ。その後、テレビ番組の司会などを務める。雑誌を中心にエッセイを書き始め、2002年に出版したエッセイ、終わらない夏がベストセラーに。小澤征爾の娘の旦那は誰なのでしょうか。小澤聖羅さんは2012年11月の40歳の時に結婚しています。相手は小学校の同級生だったそう。小学校は成城学園初等学校だったので、その時の同級生でしょうか。結婚したのはお父さんの征爾さんが、食道癌になったことがきっかけだったようです。大好きなお父さんが生きているうちに、花嫁姿を見せてあげたいと考えて結婚されたようです。現在は離婚されており、シングルマザーとして子育てをしています。小澤征爾の娘には子供が一人います。名前や画像などについては一般人のため出ていませんでした。息子さんのあだ名は、Pだそう。離婚後は実家に戻り、シングルマザーとして子供と暮らしています。実家は世田谷区の成城、小澤征爾さんの自宅ですから大豪邸でもあり、家政婦もいるとのこと。一人で孤独に子育てをしているわけではなく、実家で助けも借りながらしっかりと子育てされているのではないでしょうか。世界的な指揮者である征爾氏の財産は、不動産だけではなく、彼の指揮や存在そのものに大きな価値があることは言うまでもない。海外で活躍していた頃は、毎年3億円以上の収入があったはず。征爾さんが、指揮棒を振れば500万円以上が相場で、2016年のコウモリでは約650万円の4公演で2600万円、さらに音楽監督料が約1000万円で、小澤征爾の名前を使用するだけで約650万円の商標使用料が計上されていました。オペラ関係者、さらにこのオペラ関係者が驚いたのは、莫大なマネジメント料だ。征爾さんの出演料とは別に、ベローザが4000万円近いマネジメント料を受け取ることもあったといいます。公演は若い人たちにオペラの神髄を教えるための事業で、後進を育てることが目的なのに、なぜそんな大金がかかるのか。征爾さんはお金に無頓着で、財布も持たない方。事務所の方針は征爾さんの理念とかけ、離れているようにも思えます。前室オペラ関係者、世界の小澤の莫大な資産の行方は、音楽業界では大きなトピックスとなっているようだ。3月中旬の昼下がり、自宅から出てきた幸吉に話を聞いた。夏には征爾さんの公演が3年ぶりに開催されます。弟様の体調はいかがですか？それはベローザに問い合わせてください。親父はそっちの方にあれなんで、昨年、正義さんが新しく財団を設立されました。俺はあんまり、そこまで詳しく知らないです。さらに相続問題や、家族の不和に関する質問を重ねると、話したくないことは話さないですよ。と前置きしてこう続けた。誰から聞いたんですか？それを誰から聞いたかを俺が聞ければ、俺が知っていることはお話ししますけども、姉と母の関係は、個人的なことですからね。俺が何とかって、話せない。正義さんと意見や発言が少しずれているような印象を受けますが、今は実家に住んでいないので、ずれることはありますよ。そう話す幸吉の言葉からは、父親のことは姉に一任しているものの、意見の相違を感じさせた。一方のベラさんにも相続問題などについて聞いたが、私は全然わからないの。征爾氏はなんか頑張ってやってますけどというのみだった。正義さんは書面でこう回答した。申し訳ありませんが、会社のこと、または SKO 財団、プライベートや家族のことを週刊誌の方にお話しする予定はございません。3月に小澤家の兄弟3人で語り合った。小澤征爾、
兄弟と語る。お上司した政治氏の兄、俊夫さんはこう語る。政治とは数年前に会ったのが最後で、本に書いたのもその時話したことなんです。今は長く歩くことは難しいみたいだし、移動も車椅子が多いみたいだけど、家の周りを散歩していると聞くから、そんなに心配するほどでもないんじゃないかな。今年になってからも、電話で話しましたよ、元気か。と聞いたら、うんと、すこぶる元気というわけではないようですが、それなりに元気にしていると思います。分断した家族が再び調和を奏でる日は来るだろうか。名門一家の家系図は祖父母から親子、孫へと枝分かれして一つの荘厳な大樹を形作る。芸術家や文化人、俳優などが連なる。世界的指揮者小澤征爾氏のファミリーツリーは圧巻だ。闘病と介護、相続問題をめぐって、分裂の兆しが見える家族の現状に、沈黙するマエストロは何を思うのか。ライダースジャケットを颯爽と着こなす夫と、ロングコートを風になびかせる妻。足元を黒いコンバースで揃えた、スタイリッシュな二人に、すれ違う人もつい視線を奪われてしまう。3月中旬の夕刻、都内の繁華街を並んで歩いていたのは、俳優の小沢幸義と NHK の桑子真帆アナウンサー。昨年9月に結婚した二人は、ここからほど近いヴィンテージマンションで暮らす。幸義のエスコートでイギリスの超高級車に乗り込んだ桑子アナは、朝のニュースでは決して見せることのない、柔和な笑顔で夫を見つめた。幸義の父は、言わずと知れた世界的指揮者の小澤征爾氏、ウィーン国立歌劇場音楽監督を8年間務め、世界の小澤として親しまれる。オーケストラ界のレジェンドだ。妻のベラさんは日露ハーフで、モデル出身のファッションデザイナー。さらに小澤家の親族には、著名なピアニストや学者などそうそうたる顔ぶれが連なる。長女の正義さんは、大江健三郎や村上春樹とも交流があるエッセイストで翻訳家。人気ミュージシャンの小澤健二は征爾さんの兄の息子で、幸義さんの従兄にあたります。晴れて、世界の小澤ファミリーの一員に加わった桑子アナ。だが、華麗なる一族は今、高齢の征爾氏の体調面や後継問題をめぐって、家族が分裂しかねない深刻な危機に直面している。小澤家の知人が短足する、静養する征爾さんのベッドを挟んで、幸義さんとベラさん、正義さんが激しい口論をすることもあったといいます。征爾さんはそれをただ、黙って聞いているだけだったと。あれでは体が休まらないし、良くなるものも良くならない。征爾さんの病状が伏せられ続けていることにも、周囲は不安を覚えています。昨年2月、征爾さんの恩師、斉藤秀夫氏の名を冠したオーケストラの財団が、設立されると理事の征爾氏と共に、正義さんも評議員に名を連ねた。もう一つの音楽イベントの開催を目的とする。財団の理事を征爾氏が退任すると、入れ替わりで正義さんが就任した。それらの財団にベラさんや幸義は関与せず、現在は征爾氏の仕事や窓口を正義さんが一手に引き受けている。難しい状況を生んでいるのは、それらの財団と、征爾氏のマネジメント会社、ベローザジャパン。同社は征爾氏のほか、ベラさん、幸義、正義さんが代表取締役に名を連ねている。ただし、事務所の経営に、ベラさんと幸義さんはノータッチ。征爾さんが指揮をできなくなった後、維持費がかかることを懸念した。ベラさんが会社を清算することを提案し、幸義さんも同意したが、正義さんだけが反対したそうです。以前は事務所にスタッフや役員が大勢いましたが、家族以外のスタッフは次々に辞めています。小沢家の知人、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。